はい、どうも、こんにちは。今回はまた Life is Strange Before the Storm やっていこうかなと思います。で、一応、もう前回の段階で、Life is Strange Before the Storm のストーリーは終わったんだよ。ストーリーは終わったんだけど、まあ、なんかボーナスエピソードなるものが、いただいてたみたいだから よくわかんないけど、まあ、ボーナストラックとかゲーム中あったじゃん。服とかもあったから、それに関係する何かなのかなとは思うんだけど、とりあえずこれができるってことだから、ちょっとやっていこうかなと思うわ。どれぐらいあるんだろうな、ストーリー的には。わかんない。多分そんな長くはないと思う。1パート、2パート、3パートぐらいかな、せいぜい多分あっても。で、多分これ、画像を見る限り、多分、マックスが引っ越す前じゃん。マックスが怖い。マックスがひ、え、開けない。止めれない。あ、な、女の子の遊びって感じだな。遊びじゃないな。ちょっと物騒だな。ダイナマイトか、これ。いいか？でもおばさん怒らないかな。ラジオつけてご飯作ってるからバレないって。なすの？床に穴開いたら気づくでしょう。科学を信じろよ。たまに爆発するけどな。黒いのゴーグルしっかりしたやつだな。科学やってるわ。マックスはあれだけど。危ないな。火事が危ねえよ、お前ら。爆発よりも火事が危ねえ。普通に。危ねえ、危ねえ。湿気てる？ああ、よかったね。結構控えめな爆発でよかったな。え？え？マックスシステム？まさか。信じられない。信じられない。大爆発だったよ。これマックスシステムなの？これまださかからの。いいんじゃん。おばさんはそうは言ってくれないよ。聞こえてないといいけど。いらないものを処分しろって言うから、そうしただけ。あ、でも、あんでまイもメージそなろかっそろたちけゃんとど、掃除するかあれだな。な、このクラブ結構やんちゃだな、見た私目は的クローに。ゼット片付ける。マックスも捨てるもの見つけたら、あっちのゴミと一緒に置いといて。あ、ゴミだ。トラッシュって書いてるわ。見た目的になんかまだやんちゃじゃないのかなと思ったけど、結構やんちゃなんだな、この時から。ま、クロエは。人生の半分はここで過ごしてる気がする。マックス視点気なんがするだ。じゃないか。で黒いも視点でマックスそれ遊ぶものかなと今思っ日までた。だなんて。え？あ、引っ越し前日か。いや、これはお涙ちょうだいでしょ、これ。お涙ちあょうとだいの。数日で私の家族はシアトルに引っ越す。次にクロエに会えるのはいつになるかわからない。今日こそちゃんとお別れを言わなきゃ。あ、まだ言ってないのかな、じゃあ。まだ引っ越すって言ってないんじゃない？一体どうやって切り出せばいいの？言いづら。お前、前日までためんなよ、それを。お前、どんどん言いづらくなるぞ、お前。でもこのエピソードやったら、なおさら、Life is Strange もう一回やりたクくなロりエそうのだな。片付けを手伝おう。部屋をじっくりと見れるのもこれが最後になるのかな。ベッドの位置移動してるわ、普通に。全部見ようか、じゃあ。プレスコット家のことをいろいろ言う人もいるけど、ワークループライスパイ。こういうとこはいいよね。ちょっとマックスの声も若いな。おじさんとおばさんきっと大喜びしただろうな。入学試験の結果、グループライスは様合格となりました。受験者数1200名のうち合格者100名です。12倍？倍率。わかんねえ。12倍だよな、多分。すげえな。黒井さんは全ての項目で合格基準上の結果を残しています。優秀だったんだよな。あ、これまだお父クさんロエが。がブラックウェルの生徒だなんて信じられない。学校どう？授業は面白いよ。先生は頭いいし、実験室も設備が充実してるしね。お他前の子はな。どう？やっぱり嫌な感じのお金持ちだった？
普通だよ。いやいや、今井の普通だよ。ちょっと闇があるよ。隠し事が下手すぎるよ。本当だよ。何かあったの？別に、ただ私は普通の人といたい。マックスみたいな。ありがとう。バカにしてんじゃねえよ。おい。悪い意味じゃなくて、気取った奴らは嫌いなんだ。まあまあわか、まあまあそうだな。そういうことだな。マックスは違う。確かに。うん。いい子だよ、マックスも。あかん、お父さんが、本当お父さんが亡くなるまでは結構優秀だったんだな、本当こうやって見ると。あれ、これっておじさんのカメラでしょ？もらいました、ライフイズストレンジで。パパがマックスにって、いつもよだれ垂らしながらカメラ見てるからさ。よかったな、おじさん最高。まあね、本人には言うなよ。このカメラもらえないの？調子に乗るからさ。え、でもこのカメラ、あ、練習が必要だな。でも気に入った。いや、これが写真との出会いだな、これまたね。これ自撮りっていうね、自撮りの出会いだよね、これも。ちょっと 見させてもらうよ、ちょっと。あ、マジックか。捨てる。クロエが手品にハマってた時、いろいろと無茶させられたな。あ、ハマってた時ね。じゃあ捨てていいんじゃない？これはもういらないんじゃないの？何言ってんの？死ぬほどお小遣いをつぎ込んで買った手品グッズなのに。ごめんって、そのテンションガチ切れじゃない？5年生の時以来触ってないでしょ？ちょっとでも血のりを見た瞬間気持ち悪くなっちゃう助手のせいだろ。真っ二つにされなくてよかったよ。とにかく声わけえな、マックス。物を捨てないと。手品で消してやるから。それはダメ。クロエは変わらないな、あんまり。ちょっと若いけど、声。マックスがすごい違和感あるわ。あとは成績表。いいんじゃないですか。クロエの方が成績優秀。体育だけは勝ってるけど。体育勝ってんの、お前。は？マックスそんな運動神経良かったんだ。体育で勝ってんの、クロエに？あのクロエに？嘘だろ。運動神経良さそうなのに、クロエ。B だから別にそんな悪くないしな、別に。マックスすげえな、お前。見た目によらず。信じられないな。この部屋も、家も、町も、今見えてるものすべてが。もうすぐ過去のものになっちゃう。ちゃんとさ、もう1週間前ぐらいに言えよ、せめて別れなんか。何か始めるのも、面白いことを見つけるのもクロエなのに。一緒にいない生活が想像できない。自分でもまだ信じられてないから、クロエにも引っ越しのことを話せてないのかな。にしても前日はちょっとな、溜めすぎだろお前。やっぱ前日に言われるとちょっとあれだもんね。その俺らが黒いの立場で考えてもさ、えってなるもんね。えって早く言ってよっつって、急な別れすぎるもんな。ただね、あのビフォーアザーストーム世界ではそこまでクロイとマックスの間ってそこまで険悪じゃなかったんだよ。だからライフイズストレンジで見たら結構そのマックスがさ、全然メール返してないとかの、返してないみたいなさ、いう事実も分かったからさ、結構。遊ばなくなった。はい、ごめんなさい。古いおもちゃとかはどうかな。偉大なる光るクマさん、このゴミの山をあなたにすべて捨てます。ボードゲームいいんじゃないっすよ。でもしばらくこれで遊んでないよね。ピースもいくつか足りなかった気がする。いやー、でもボードゲーム取ってた方が良くない？なんかいつでも遊べんじゃん。親の付き添いなしで行った初めてのライブ楽しかったな。うん、本当なら来月も行く予定だったけど。そのライブ最高だったな。本当にまた行こうって言われ、ほらほら、もう練習してんだ。どう？ほら、
気まず、もう気まずつら。マックスは？なんかある？まだ何も。まだ何も。まだ前回の余韻に浸ってる感じかな。なるほど。じゃあ片付けに戻るよ。オッケー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 。多分拾ってないと思うけどな。そこは甘かった、そこのケアが。サメのぬいぐるみで遊んでるとこしばらく見てない。あ、結局ボスかボードゲーム捨てるかどうか見てないな。捨てていいだろ、クロエ。おい、使うんかこれ。これは使わないでしょ。これとかいいかなって。絶対ダメ。毎回マックスが負けるからって捨てるなよ。なんか結構思い出にあれなんだね、クロエ。結構あ、何年もしてないじゃん。クロエ、このゲーム何年もしてないし、ピースも半分しかないよ。ダメダメ、捨てるなら私に勝ってからな。全然捨てないじゃん。もう悪いとこ出てるよ。部屋汚いやつの典型じゃん。おばさんにこの中から寄付できる服を選んでって言われてたんだけど、結局ファッションショーごっこしかしてない。あ、一応おばさんは知ってんだ。じゃあ引っ越すってこと。クロエは昔から本物より架空の動物が好きだった。ボンゴは別だけど。ボンゴ、これずっと壁に貼ってあるけど、最後のコマがどっか行っちゃったんだよね。うん。ドクター・クロエンシュタインは無事なのかな。スーパーマックスとドクター・クロエンシュタインの危険な冒険。ロケットブースターを作ってから悪者なんてすぐ倒せるね。空を飛ぶ力があればちょろいもんだよ。ドクター・クロエンシュタイン、どこ行ったんだよ。どこ行ったんだよ。それはそれは気になるわ。行き急いで若くして死ぬ。ロックな人形だったね。いや、この表現がマックスなんだよな。Life is Strange も俺好きだったんだけど、こういうとこが。そう、このなんかこう、比喩っていうのかな。それいいんだよな。お、これは捨てられないでしょ。これは捨てれないよ。黒歴史発見。めちゃくちゃ女体化してんじゃん、お前ら。めちゃくちゃ女体化させてんじゃん。クロエは私にも乗れって勧めてくるけど、写真だけでいいかな。これ俺捨てなくていい。これ俺こういうのあんま捨てたくないけど、マックスは捨てたいらしいから。アイドルグループのトレカはちょっと恥ずかしいもん。でも笑えるだろ、整形してやったしさ。10歳の頃はね。笑えたよ。10歳の頃はね。そろそろ解散する時期じゃない？まだダメ。イケメンはキープで。もうクロエ全然捨てないじゃん。マックスは割とそういうとこあれなんだな、さっぱりしてんだな。結構ざっくり言うもんな。一通り見たし、クロエと話そう。結局何も捨てる気がないみたいだし、うん、クロエったら昔の教科書とか学校のもの全部取ってある。お前なんかずっと残したけど捨てたわ、この前。ここ最近見ねえなと思って。クロエに負けてるけど、成長期が来たら巻き返すもんね。なんか思い出のある本はまだしも、全然ね、思い出ない教科書とか捨てていいよな、別に。何これ、何これ、ちょっとこれいらないでしょ。このキャンディーもういいんじゃない？さすがに汚いよ。一緒に最後まで食べるって決めたろ、諦めんなよ。いやいや、これはだ、食べ物はダメだよ。食べ物はダメだって絶対。え、これ食べ物でしょ、舐める、やだ。おばさんと歯医者さんのためにも。なんだよ、もうバカバカ。そこに置くなよ、キャンディーは。お前
で服の上に置いてんのキャンディーを。さすがにやりすぎだよ。何年も着てるお気に入りのパーカー、うん、間違えてここに入れちゃったのかな。これいいでしょ。これちょっと何してんの。お気に入りのパーカー、あ、ボロボロだな。でも間違えて入れちゃったんじゃないの。いや、いいんだって。何があったの。穴だらけだし、もうボロボロだ。まあ確かに着れる。それでも今まで着てたのに。いいんだ、マジで。クロエ、まあ私ボロボロだわ。確かにボロボロだわ。じゃあクロエに伝えようか。どういうストーリーなんだろうね、このボーナストラックは。伝えなければいけないことがあるんです。もうダメ、片付けは終了。あとは自分で捨てるものを決めて。ママが期待してるほどじゃないけど、できることはやったよな。だね。まあまあそこそこね。これで今日一日好きにできる、うん、部屋も片付けて身も心もすっきりしたし、何して遊ぼうか。クロエに引っ越しのことを伝えるなら今から。あー、マックス。でも一日遊んでからゆっくり話す。いや俺もそういうなんか後延ばし先延ばし系はあるわ。あるある。いやでもこれさ、いや俺も先延ばし派だから、多分後で言うんだよ。俺多分言えなくてマックスみたいになっちゃうかもしんないけど、ここで今言ったら最後の遊びだからさ、まあ全力になるんじゃないかって。逆にさ、ここで選べるんだったら今言うをさ、やった方が良くない。だってねえ、最後絶対楽しんで終わろうぜって言えるじゃん。後で言うだったらさ、なんか中途半端にいつも通り遊んでさ、なんか、いや今日まあこんなもんかみたいな感じで終わった時にさ、実は私明日で帰るんだって言ったら、え、嘘だろみたいな。全力で遊んでたのに、そしたらみたいな、なりそうだから、ここで言おう。あのね、クロエ。あ、これ遮られるな、話したいことがあるの。多分。遮られるな、多分。実は、絶対遮られるわ。なんて言えばいいのかな。これ絶対遮られるじゃん。どっちでも一緒だったじゃん。じゃあ出てる時に出てきたのかな。これなんだかわかる。思い出のテープ。海賊関係。記憶にないが選択肢にあるってことは、マックス結構やっぱわからないけど、ドライなんだな。海賊ごっこしてた頃のかな。相変わらずすごい推理力だ。クロは結構覚えてんだな。5年前のテープだよ。そういう思い出は。昔のうちらから今のうちらへのメッセージ。8歳の頃ってこと？すごいね。どんな声してたのかも覚えてないや。まあやっぱこの差があるんだな。やっぱ聞いてみるか。やっぱクロ結構。やあ、未来を後悔するものよ。この音声ログはアルカディアの。これクロかな。嘘でしょ。はず。エモいけどはず。もしお宝が欲しいのであれば、そこにいるのは二人の彼の。パパじゃん。パパあっち行って。今大事な計画中。計画か。じゃあ後にしよう。すまパパ。すまん。あと5分でご飯だ。手を洗えよ。わいいパパだな。いいパパだな、本当に。とにかくお宝を探しているのなら、いい情報をやろう。だが気をつけろ。道のりは非常に過酷な道だ。バカだ。プライス島のお宝を見つけるには、青ひげ船長の手記の中から地図を探すのだ。その地図だけがお宝まで導いてくれる。だが気をつけろ。2回目だけど、純粋な心を持つ者だけがお守りの示すものを見ることができる。お守り。あ、宝を探すのか。まさか。バイバイ。なあ、今の最高。最高。いやでもこういうの大事かもな。バカみたい。写真を残すとかさ。
なんか音声を残すとか動画を撮るとかさ。まあとにかく大事かもしんない。今日の予定は決まり、宝探しだ。絶対大事だよ、そういうのも。覚え、やっぱ残そうや、記録に。さっき言ってた青ひげ船長の手記ってのが何か分かったかも。スケッチブックだ。海賊の絵が全部描いてあるやつ。そう。さて地図は。え、いいんですか、ちょっと。まあまあ見ちゃダメ。お、ちゃんと描いてんな。あ、これのところからやっぱあれなんだ、黒いは絵のセンスがあったんだな。あ、かわいい。かわ、幼い表現してんのかな、なんか顔歪んでるけど。あ、猫ちゃん、かわいい、猫ちゃんかわいい。おる禁止、男子の乗船禁止、秘密を守る。うん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 。今日また荒波に乗って略奪や破壊を行った。隠したばかりのお宝がまた狙われている。悪のシェリー司令は海賊の敵だ。次に地図を見たら取り上げるって言われた。お宝の価値を聞きつけて横取りしようとしているんだ。実はこっそり作り続けている。敵はお宝を本気で狙ってるから、私たちだけが解読できる地図じゃないとダメ。青池船長と女海賊マックスシルバーだけがね。さらなる略奪に富に乾杯。青池船長。なるほど。ページが破かれてる。はっ、これが地図かな。なんでさ急にテクイことすんの。これページが破られてる。これが地図かな。だとしても捨ててはいないはず、うん、もしかして他の絵に混じってるとか。いや逆、なんで逆にそんなすごい演出したの。これじゃ切り出せない、うん、地図のことで頭がいっぱいだもん。どこに隠したんだろう。え、これか。シェリー先生の授業中はクロエとたくさんお絵描きしてた。かわいい。地図はその学年の教科書とかに挟まってないかな。教科書か。オッケーオッケー。なるほどね。これは、あ、これあれか。山積みは多分ないと思うんだよ。言ってもつい最近でしょ、多分山積みになったのって、うん、じゃあ教科書行こうよ。教科書鏡やって写真撮れるよ。動かないで、いいアングルだから。照れんなよ、一緒に写ろうぜ。いや、どっちにしよっかな。いや、まあ一緒に写ろうぜ、思い出し。なかなかテクいね。車体もこなせる、多彩だなマックス。なかなかテクいことすんね。まあね。で、読むってよ。あ、これかわいい。あなたはマックスとクロエ。二人は親友同士で学年ですか、学生ですか。授業中前のところにかわいいリスがやってきました。とってもかわいいリス。撫でてみますか。撫でちゃうかもな。前のところに行ってリスを撫でます。こんなにかわいいリスなんだから。リスさんこんにちは。キャーやめてー。リスに噛まれたあなたは叫びます。危険だってもう手遅れです。あなたは狂犬病になりました。保管所に噛みつかれないようアンダース先生はあなたを銃で撃ちます。とても悲しいことです。ごめんなさい。じゃ撫でない未来見てやるよ。3ページ。何これ。どうやったら2ページいけんのこれ。3ページ。リスが嫌いですか、こんなに可愛いのに。きっとあなたは意地悪なんですね。リスは無視されて怒ってます。教室に入ってきてあなたの読書感想文を取り上げてそのまま出て行ってしまいました。あなたはリスに読書感想文を盗まれたと言います。あら、そう。はいはい。アンダー先生は全く信じていません。いや、追いかけた方がいいんじゃない、物語的に。アンダース、あ、これおもろいな。これおもろい、おもろいけど、ちょっと長くなっちゃうからごめん。割愛するわ。ちょっとおもろいな、これ。こういうのいいよな。俺も昔やってたわ、なんか妖怪のやつ。妖怪かな、なんかドラキュラとかで出てたやつ。はっ、あったんじゃないですか、これ。これだ。あ、綺麗に描いたな、またこれ。なんだこれ。秘密の場所。暗き洞窟。お守り。宝島、プライス。まあ、プライス多分あれだよな、家だよな。いろいろ思い出してきた。パズルかなんか作らなかった？
望遠鏡とお守りが必要で、あ、そういうあれなストーリーなんだな、このボーナスエピソードは。つまり屋根裏だ。うわ、なんでそんなことしたんだろう。8歳からしたら屋根裏は怖い場所だったから。まだあるかな。まだあるかな。多分ね、掃除されてなければだけど。それじゃあお守りと望遠鏡を手に入れたらお宝の場所がわかるんだよね。多分だけど。とにかく私はガレージから望遠鏡を持ってくるから、お守りを探して海賊船で合流だ。お守り屋根裏でしょ。屋根裏ってどうしてブランコのこと。海賊船だったろ。青ひげ船長と女海賊マックスシルバーの復活だ。いやー、黒い明る、黒い明るいな。これが最後の日なんだから、せめて壮大な冒険で終わらせよう。あ、まあまあパート3つ分ぐらいになるかな多分これ。今だいたい20分ぐらい経ってんだけど。クロエはお守りを屋根裏に隠したって言ってた。うん。入り口は掃除用具入れの中だ。ここでやめよっかな。これセーブされてんのか。てかこれ場面変わって、あ、これ行ったら変わるかな。セーブされんのかこれ。ここだね、暗き洞窟。うん、私の身長じゃ入り口に届かないよ。何か乗れるものを探さなきゃ。はいはいはい、これさ、上にあるものを使わない。上に入ったらあれかな。あ、でもいっぱいあるぞ。箱潰れちゃうもんな。このマックス時計戻せないからな。あ、これでも硬いやつじゃんこの箱。これは壊れないっしょ。お、いいじゃん。あ、でもちょっと怖いな。大丈夫か。あ、たどかない。まずはここから、次はこの上に詰めるものを探そう。はい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 。こう降りるとき大丈夫か。お前でも降りるときのこと考えろよ。ん？いや、これ違うな。いや、これでも結構あるな。ちょっとどうしよう。ここで切ろうかな一旦。じゃあこれセーブされてないな多分これ。大丈夫か。あ、あ、あ、これ順番に行くんだな。これ黒の秘密の場所。はい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 。これじゃあ一旦じゃあここで切るわ。多分そこセーブされてないからまた一からやんないといけないかもしんないけど、ごめん。じゃあここで終わるわ。じゃあ、あざした。